何中に妖魔が集まってるらしいじゃないか。あたしらの留守中に。おう、急いで戻られ。ああ、次は何中の地が私の舞台なんです。わかりました。超春雷、南国にも呼んだ覚えはねえんだが、どうする、母ちゃん。まあいいんじゃないかね。腕が立つのは。猛角と宿友が幼者討伐軍に参加してしばらくの後、南中から急報がもたらされた。要は留守を荒らされた猛角と宿友は激高した。大事な故郷を蹂躙されて黙ってはいられない。義援長江らを仲間に加え、南中王の帰還が南中の民には希望を、妖魔には悪魔。ただいま偵察から戻りました。妖魔の波は途切れることなく続き、大河人んちの庭を集合場所にするなんざ、ふざけて。おうよ、ここはわしらの土地だ。我、おう、行くぞ義援。敵セブス、あんな切り方じゃかわいそうだ。おや、意見が合いますね。どんな時でも華やかに麗しく美を追求しなくては。まあいいさ、腕は立ちそうだからね。柱の南中を荒らしやがって、妖魔ども一匹残らず叩き出してやるわ。その息だよあんた。さあやってやろうじゃないのさ。おいデカブリ、暴れんじゃねえ、おとなしくしやがれ。なんだ、誰かあいつらに捕まってるのか。大きい、気持ちがいいよね。切られた、すぐ救われるはず。そうです、戦場には常に美がなければ。あの二人の会話どうも噛み合ってない気がするんだけどね。当てが消えなった。あよ、このままだとまずいぜ。敵というのは南北の侵入路から来るようです。まずはこれらを抑えるべきかと。迅速な侵入が美しき勝利を導きます。猛角殿は急ぎ北の侵入路へ。南の防衛はこの長春雷にお任せを。堂々たる美の守りお目にかけましょう。ああ、あちらで歓声が聞こえますね。私も華麗に舞い喝采を浴びましょう。この野郎、暴れるんじゃねえ。なんだ、誰かが捕まってるみたいだよ。メゾやりようね、敵将倒した。
った。よしよし、目の覚める草振り、お見事。ズルス、クッ、ここで引き当てろ。ありがとうございました。我らもランチを取り戻すために戦います。ズルス、苦労かけてすまなかったね。私らは家族だ。ここからは一緒に行こうじゃないのさ。ああ、ダメだよ、切りすぎないで。僕が切ってあげるんだから。チッ、こいつら、おとなしくしてやれ。うぅ、味方捕まってる。ぶっ潰す。覚める戦ぶり、見事起きるぜ。ぶっ潰す。まだまだ切り足りないよ。行きましょう、小次郎殿。より艶やかに美しく。ここは私。せいぜいあがくがいい。敵将、ラストだよ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。みんなどこかね。これで北の侵入路は封鎖したな。いざ、次は南だ。やりおる。敵将、討ち取ったよ。やりおる、やりおる。目の覚める戦ぶり、見事。ふっ、覚める戦ぶり、お見事。出てきたよ。
と噛み砕いてくれよ。ぺちゃんこにしてやるわ。重い。倒せよ。南の侵入路は不在だな。みんな、よし、これで敵の増援はなくなった。あとは残りの奴らを潰すだけだ。乗るんじゃないよ。噛み砕いて。力と技、美と豪の共演、実に美しい勝利ですね。いい勝ちっぷりだったね。怪しくも美しい戦、お見事でした。あなたには素質があります。私と共に。そうだね、君たちといればたくさん切れそうだ。綺麗な切り方を極めてみるのもいいかな。おお、あまり美しいとは言えませんね。